キムハクボム監督が率いる U23 サッカー韓国代表は27日午前、AFCU23 チャンピオンシップサウジアラビアとの決勝戦でチョンテウクの劇的ゴールで一礼と勝利を収めた。9回連続オリンピックの舞台への進出を決めた韓国代表は28日午前、帰国した。 首相イサンミ民は堂々と優勝カップを持って一番先に帰国した。イサンミ民は、初招集から選手たちとコーチングスタッフ全員の目標が優勝だった。目標を達成できてとても嬉しい。優勝へ進むための過程でチームをどう導くべきか、非常に多くの経験をしたと伝えた。首相としてリーダーシップを発揮したイサンミ民。 彼は、選手たちにはそれぞれ個性があり、スタイルがある。ワンチームとして競技場で披露するのが難しかった。試合がうまくいかないとき、互いにたくさん話をして、合わせていく部分が難しかった。選手たちが自分を犠牲にして保管したと述べた。 キム・ハクボム監督はロンドン五輪で獲得した銅メダルを超えるとの覚悟を示した。これにイ・サンミンは、監督の考えと同じだ。もう大会は終わった。次の五輪への目標を真剣に考えたことはないが、キム監督がそのような目標を持っているなら、選手たちもついていくべきだと強調した。 チームメイトはイサンミンを最高の首相に挙げた。イサンミンは、個人的には未熟だと思う。選手たちがそのように思ってくれてありがたい。正直、大変な部分もあるが、素振りを外に出さない性格だ。選手たちが認めてくれて感謝していると明かした。